前田観光自動車株式会社とは、京都府、大阪府で貸し切り観光バス事業を行っている。前田工業のグループ企業として1984年に運送会社として設立され、1990年に貸し切り観光バス事業を開始、現在は観光バス60台、トラック40台を保有する。なお、東京バスグループ各社とは代表者が同一で、 事実上のグループ関係にあるが、当社については、東京バスグループには属さず、兄弟会社という位置づけである。京都ナンバー、前田観光自動車、大阪バス両社の社長を務める西村信義は、かつて刑事三菱不走自動車販売で、整備担当の経歴を持つという縁もあり車両は、近年まですべて三菱不走車に統一されていたが、現在は、グループ内転属や、 新車導入などで他メーカーの車両も存在する。正確には、大阪に私鉄観光バスの廃業と、法人解散に合わせ同社の資産を買収し、新たに大阪バスを設立した。そのため、両社間に法人としての連続性はない。東京バス公式ブログこのコメントの中で、前田工業グループと大阪バスグループは、兄弟会社との言及がある。ありがとうございます。